しでも楽しむラジオ。ウェルが帰ってきてラウダもちょっと安心してさ、ふらっとね、うん、そうですね、倒れちゃうシーンよかったですよね、うん、そこにペトラがいるってね、なんかすごい秘書みたいな格好してさ、うん、あ、そうですね、ね、してくれてたんですね。なんかペトラの新しい一面がそのシーズン2でも結構見えたりもして、うん、なんかフェルシア役の高田由紀さんと一緒に、うん、その第13話シーズン2の頭で、あ、私たちそのシーズン1と違う、あ、同じムービングをして、うん、一緒に地球寮の人たちをその ちゃんとバカにしてて、私たち何も変わってない、よかったねみたいな私たち生きてたねみたいな感じで、安心、そこに安心したんだ、安心して変わってなかったって思ってたんですけど、うん、ペトラのこのなんだろう、面倒見のいい部分というか、うん、なんか困ってるとか辛そうな人ほっとけない人なんだろうなっていう、だからフェルシーのようなね、妹みたいな雰囲気の存在のことずっと一緒にいるのかなとか、そういうところも私想像したりもして、うん、なんだかさらにジェターク寮の味が濃くなってきたなって思ってます。だからこそなんだよ、はい、君たちは一体私が地球にいた間に何を、いやねえ、そのね、まあ、代理としてやっぱラウダ頑張ってて、まあ、ペトラは ね、なんでモゴモゴするんだよ支えてくれてて、ね、いや気になるな、ほっとけなかったんだと思います。